お疲れ様です。じゃあ今日もミラクルな麻雀行ってみましょうか。今回は前回に引き続いて3人打ちをね、もう一回やってくれということでリクエストいただきました。この視聴者さんの少ない麻雀動画なんですけども、その中でもね、私の麻雀が見たいって方がいる限りやってみようかと思います。3人麻雀。ね。なんだこりゃ。広告ですね。はい。じゃあこれで自由対戦ランダムで対局開始です。 三人麻雀は役牌自杯、1万、9万の使い方が上手になってると勝ちやすいんですけどもね。さあ、今回はどうでしょうか。レアンピンね、これ1、2、3のドラメンツを意識するんですけども、ドラっていうのはね、こういう風な端牌の場合、統一以上じゃないとあんまりね、興味が出ないんですよね。はい、じゃあこれポンしときましょうか。 ままあ大体こうなりますねでこれね初を切っていきたいとこですけどもそうなるとねあのチュンも切りやすくなっちゃうんでこれはペイを切ります意地悪ではいでここでローキューピンにしてもいいんですけどもしない <laughs> ウーピンも切っときますはいこれで E ピン短期にしましょうか はい、狙い通りでございます。リアンピンがね、早めに切れて、E ピンが浮きやすくなっていることと、あと E ピンがね、実はね、他の人に統一以上になる可能性、これはメリットとデメリットが同居している状態です。まあ、今回は私にね、えーの、風が吹きましたね。ロウソーがドラですね。これもね、だから統一を意識した形の方がいいんですね。 はい、これまだ自牌が出てないでしょうだから自牌を切るとほかが楽になりますんでチートイツに寄せていきます、はい、これもちょっと泣かないですね1枚はねでこれで白が出てるじゃないですかこの人が白を持ってないってことですということはチュン切ってますからこの人初も持ってないってことになります、まあ、そういうふうに考えていきますねじゃあ何を切っていきましょうかはいこれがドラなんで チートににるために酸素を切りますね赤ウソがありますからねはいじゃあウソを切りたいとこですけどもトンとペイがね出てないでしょうで初も出てないでしょうこれはねもちもちになる可能性が高いですねじゃあ残念ですけどもウソを切りましょうかはい、えー、ありがとうございますペイと初でどちらかで待つことになりますけどもペイも初ももちもちである可能性が強いです ということは相手に役配を渡さないという意思でペイを切ってみましょうあペイを合わせてきましたねこれはね初が今度は出ない形になると思いますねこれは仕方がないですねあやられましたいやーちょっと痛いですねこれはねローピンがあんこかんまあでも初を切る選択はないですねこれはよく押さえたと字が自賛しておきましょう はい、ピンズによっていきそうですけどもちょっと泣きはまだないかなというところですねはいここでピンズの一色手を諦めますはいまあいいでしょうこれでこれはすぐに上がれると思いますはいありがとうございますまあこれはそうなるでしょうね3千六6 0 0 0の手になると思いますねはい3千六6 0 0 0あ四4800になりましたね思った以上に風が吹いてますね ししましたこれは一色手で,ですね白は切らないようにしたいですペアを合わせてもいいでしょうはいシャーも合わせていきましょう今は合わせましょう、はい、このように Q1 を切っていって三蔵も離して一色の雰囲気がちょっとね感じにくいようにしておきますで白とハーツこのお二人が持ってませんのでちょっと温存していきましょうか、はい、トンも切りますパーソーはね慌てて切ることはないですねでこれは白も通ると思いますね 急走切って、これはちょっと受けに回りましょうかはいここまでですねもうねどうしても上がりたい手でもないのでじゃああとは2人でやってもらいましょうか1300か、うん、はいじゃあ2着3着が平らになってますのでかなり有利な位置にいるかなっていうところですねあしかもドラが問いつりましたこれはラッキーです さすがにないです、ね、あこれでンピン泣いても良さげになりましたね。で E ピンが重なる可能性が強いのと、国士無双が2人存在するかなってとこです。ということは、シャアとかトントン。あシャア泣きましたね。一色ってですね、おそらく。はい。これは泣かないでしょ。さすがに、うん。じゃあ E ピンンピンを泣いて、カンパーピンの構え。ンピンはまあ泣けないですけども、その分 E ピンが泣きやすくなってると思います。 はい、これで、あ、あれあれあれなんであ危ねえ。<laughs> 危ないですね。もう、カンパービンお願いします。はい、これは簡単でしたね。誰がやってもこれは上がれると思います。はい、もう優勝がほぼ決まりなんですけども、気を緩めずにいきましょう。ここで、一色手を狙わずにいきます。で、自敗を先行して切っていってもいいでしょうね。はい、これ、形ができ次第、 一色にはいかないんですけどもあこれはまあ泣いっていただいてもいいかなちょっと大三元ちょっとまだありますないねないね切っとこうなんで初切るのよなんでやねん勝つ気あるんかというね言わせたいですねこれはリーチしときましょうかはい、えー、ピンズのタメンちゃんでございます大してタメンちゃんじゃないですねこれねミスりました まあ、こういうお笑いも込みで、はい、非常に薄い町になってしまいます私気が付いたら <laughs> まあいいでしょうこれでも勝てそうですねはい今のはちょっとお遊びだったんですけども今回はちょっとね引き締めていきましょうか難は役牌ですねで小数子がありますのでここでシャーを切る手もないです はい、ありがとうございます。で、髪を合わせて、はい、酸素はちょっと痛いですね。ここはね、数ピンを切って広く構えます。これで小数子がなくなりました。で、白を切ってもいい手ですけども、意地悪して温存します。これね、リーチだとシャボでしょこれはちょっと、リーチで白を切るのは嫌ですね。こういう場合は、ローピンを切っておきましょうか。はい、ありがとうございます。うん 楽でしたね。はいえー。まあ、これは誰が打っても優勝だったと思うんで、私が特にね。すごいだろう。っていう必要はないかなと思いますね。はい、じゃあ以上でございます。まあ、当たり前のなんか楽な麻雀でしたね。今回は。